Hello， 大家好，欢迎到 Game PHK 啊！继续有我 Leo 同大家打呢一只《纸箱战机 LBX》啊。これが新しい LBX かい？呢台海盗今日部新嘅机体喎、哦。まだ試作機ながらエンペラーの反応速度をはるかに上回る機動力を持っています。不过呢一部仲系测试机嚟啫。ジン君ならきっと我々のこの機体の性能を最大限のパフォーマンスで使っていただけるはずです。努力するよ。その代わり。分かっている。お望み通り、戦闘データはすべて君たちのネットワークに送る。このゼノンによって、我々サイバーランス社の技術がタイニーオービットを超えるものであることを証明してくれることでしょう。其实在他们的世界观里面是有三间公司制作 LBS 的，现在找海盗金他们这一间其实就是最迟开发 LBS， 但是他就说虽然我们最迟开发，但是性能是绝对不会差过其他那两间的，尤其是是Tally Orbis的那一间，因为他们那边是Tally Orbis是垄断了 LBS 那个市场的。マシン。哇，第七章。咦，阿金而家又责问紧灰原裕也嘅嘢啦。又是这一集神谷重工业那一集，おじい様は変わってしまわれた。他说爷爷变了。僕を救ってくれたあのおじい様はどこへ行ってしまったのか。泣くな、家族を亡くしたのはお前だけじゃない。私がお前の家族になってやる。あの時、僕は本当に救われた。あれからおじい様を本当の家族と思ってきた。でもおじい様、僕は計画の駒に過ぎないのですか。咁其实海盗金呢不是海盗义光的孙来的，海盗金的亲人其实死了的，就在五年前的一宗大桥倒塌事件，就是八神英二那一宗事件里面同一样的。英二就死了老婆和女儿，海盗金就死了，即是爸妈死了。当时传媒就正因为想拿这件事就放大，因为父母死了嘛，得返自己一个，全部就想放大呢件事嘅所有聚焦呢，就聚焦晒喺海盗金身上。呢、这个时候呢，海盗二哥就走出嚟就闹返传媒，你哋有冇人性㗎，啱啱先至爸爸妈妈走咗，你哋就咁样都唔关心下佢嘅。之后海盗二哥就收养咗海盗金，就话由今日开始我就係你嘅家人。お待ちください、八神さん。君はついてこなくていい。我々も最近のイノベーターの作戦行動には疑問を持っていますが。それをあの男に問いただすのだ。カイドウ先生に。ただ強奪の際に係員たちを手にかけたのは少々やりすぎだったかもしれませんね。そのことを八神が嗅ぎつけたようで、情報を集めているようです。
ヤガミ、何？財前首相の暗殺計画の時も真相を探ろうとしてきました。このまま放っておいてはタイニーオビット社への攻撃計画や例の計画のことも。カイドウ先生はヤガミのことをどのように考えておられるのか。もうイノベーターには不要とおっしゃられています。そうか、ならば仕方あるまい。奴に引導を渡すのはせめてわしが。それがイノベーター、いやカイドウの意志か。ヤガミ君、感心せんな。イノベーターの幹部が盗み聞きなど軍法会議にかけられたいのか。お前はあの男の真の目的を知っているのか。已经人开始紧革新者所做嘅嘢啦。カイドウ先生のことをあの男だと、口がすぎるぞ。あの男の目的はこの世界を手に入れることにある。そのための。くどいぞヤガミ、先生の邪魔は許さぬ。サダマツ、理解してはもらえないようだな。貴様のことは気にかけていたのだが、イノベーターの名のもとにわしが裁いてやる。喂，咦，有啲机械人仔喎、哦。哇，瘦咁多嘅呢、这个海盗异光。あなたさえ許可していれば。哇，海盗异光，你想点啊？唔好见人哋靓女就擒埋先得噶。哦，个女仔为咗唔俾海盗异光侮辱自己，开枪搞掂咗佢。有电嘅喂，机械人嚟噶？吓、啊，海盗异光系机械人？これほどの力を持ちながら道を誤る。バサン元気ゴムドア。間違っているのは貴様の方だ、サダマツ。どれだけ持ちこたえられるか。新機。え、海盗金。ジン様、何を。ジン、タイニーオービット社への攻撃とは何のことだ。そうですか、聞いてしまわれましたか。あなたには関係ないことです。おじい様に叱られないうちに部屋に戻りなさい。詳しく聞かせてもらうぞ。おで、用咩啊？我哋用边部咧？唔知有得拣，梗系拣用海盗金嗰部啦。哇，点啊？用海盗金嗰部。咁去到后期嘅组合咧，都系我用山野版啊，跟住咧就拣啊海盗金，同埋拣埋阿和也，阿美可以撇埋一边啊。试下海盗金呢部机先。喂。劈落去，应该是好用的一部机。喂喂，哇痛啊！二百几多嘢喎，哇！我已经即避啊，都避唔到，劲痛咯！睇下一嘢劈落去二百几，爽啊！可唔可以出到必杀技咧？唔知道。哦，哇呢招唔得喎，打得劲少咯，近攻劲好多喎。阿基里斯系调转，远攻劲，海盗金一定要近攻咯。二百六咁样劈落去，
劈两刀已经差不多死咁滞，爽啊呢部机！哇爆，升咧，升一咧啊即刻！你俾我哋走。咦，阿英兒你坐最新型嘅機走喎，喂，我控制海盜金喎，呢度會遇到嘢喎，行下，係唔好理啦，直接衝。呢度边度嚟嘅咧？哇，坦克车啊！我见到有啲火箭炮嘅，类似火箭炮嘅添。你见唔见到？见唔到啊？火箭炮啊！哦，又有追兵啊！应该劲大量 LBS 啦，系啦，超多。其实阿海盗金你趴落去应该都死十零廿件噶喎，好渣啫！佢哋九百几血，不过唔知道打几多步。根据过往经验，应该系打六七步到啦。不过唔怕，海盗金咁劲，一嘢殴落去，哇！哇，爽啊 ！Double kill 啊！你啦，咁啊，搞掂一步啦！哇，靓，避得靓，避得靓，抵赚呢下。仲有冇？仲有其他噶喎？你有啦，三百几啊！试下储嘢添，嘣，七百二十五啊！唔好走啊！你唔好走啊！死落去！哎呀，搞错，我劈紧落去个位，哇，打两步咯，又嚟，死啦！哎，搞错，避咗，哦，冇咩啊，又嚟，停留先，哎呀，走唔到，打两步，不如打埋英二添。哇！话咁快清晒 ，C 都冇埋。咦 ？LBS 里边嘅火箭兵团，咦？除咗面具，而家要讲佢哋离开呢一度啦。我印象，不过海盗金好似系冇跟埋佢，我记得。又嚟，系小猫三四只。你先走先啦，你唔走啊？我始终都系海盗家嘅人。哇，又要打。今次一跳啦，唔知跳几多步啦，三步，话就系三步，实质唔知几多步啊！一嚟储咗先，睇下可唔可以一嘢打三步。波女，哎呀，避开咗俾你，准备一次就打三步，嚟啦！哇，一下一只，中啊，爽咯，劲爽啊，一下一只，哇，挡挡。再见，都 OK 喎，咁样都。
话呢部战斗机唔可以睇少啊，识隐形噶。咦，做咩打格仔嘅？啱啱咪个样。こっちだ。早く。準備はいいか。はい。エンジン出力上昇中。いつでも発進できます。わかった。あなたたち。君は席に着くんだ。はい。エクリプス発進する。ラジャ。呢度同动画又系少少唔同。动画系讲啊，即系嗰个女仔系踎咗喺度，好后悔。跟住阿嬰兒夾硬扯佢走嚟，而家就無啦啦見到佢，跟住叫佢走。咁就脱離咗海盜二光嘅魔掌啦。唔講唔知咧，以為呢一架泰坦號嚟添啊，咁鬼大架。メタナス GX が盗まれちゃったままで、俺たちこれからどうすれば？メタナス GX 被人偷走咗，我哋而家究竟点算好咧？エターナルサイクラーの設計図が入ったプラチナカプセルは我々の手の中にある。不过唔怕嘅，因为 Eternal Cycler 嘅设计图咧，白金胶囊仲喺我哋手里边。だが、設計図が収められたプラチナカプセルの解読コードは敵側にあるわけ。要するに宝箱は俺たち、鍵はイノベーターが持ってる。そんなところか。ああ、その通りだ。鍵がなければいっそ合鍵を作る方法を探してみないか。え、そんなことが。タイニーオービット社に行こう。メタナス GX の解読コードがなくとも、研究室の並列光量子コンピューターを使えば。それに用心深い山野博士のことだ。何かしら我々に起死回生のヒントを残してくれている可能性もある。講到阿山野博士真係好似神一樣。見て。哦，被人包圍住咗。このタイミングで襲ってくるか。突襲啊！咦，呢度应该潘朵拉出现噶咯？点解有香田嘅？我记得呢度冇香田噶喎，又系同动画少少唔同啊！呢动画系冇香田嘅，得阿板同埋阿和也同阿美嘅啫。不过阿板就冇机用嘅，因为阿基里斯爆咗。咁都好，俾阿香田我用。你啦，我黄炮嗱。出俾大家睇先，哇哇哇，几型喎呢下，掉佢上天就再射多两枪。诶，唔理嗰部啦。咦，终于打完咯喎。数が多すぎるぜ。キリがないわ。このままじゃ押し負けちゃう。嚟啦，潘朵拉，靓好多咯，潘朵拉。また私たちを助けてくれるの？我潘朵拉真系劲靓。咦，系咪特登噶？系咪套路嚟噶？特登扮拎机啦，人哋攻击，跟住一个转身就搞翻掂人哋，套路嚟嘅，嗯。阿美又死咗啦，都系时候换机噶啦，阿美。哇，轻描淡写讲完，动画都讲咗好耐下噶。
啊，终于去到 Tiny Office 的公司了。これがタイニーオービットか。すごいよ。確かにすげえ。なんだかワクワクするね、パン。うん。终于见到阿 Tiny Office 社长。連れてきました、兄さん。兄さん。おい。君が山野バン君か。あ、はい。私がタイニーオービット社長、宇崎裕介だ。裕介又介。山野バン君、アルテミス優勝。おめでとう。深夜版恭喜你喺呢一个阿提密斯获得冠军。え、ありがとうございます。報告は拓也から受けている。そちらの事情はすでに理解している。よ、兄さん。プラチナカプセルの解析にうちの並列光量子コンピューターを使いたいんだが。いいだろう。開発部の最優先事項としてやってくれ。プラチナカプセルの解析は我々に任せてくれ。今日会ったばかりで心配かもしれないが、信頼してほしい。初対面じゃないと思います。宇崎社長、あの謎の LBX パンドラを操っていたのは。パンドラ？急に何のことだい？来る途中、私たちはイノベーターの襲撃からパンドラに助けられました。でもその時、パンドラの動きにおかしな点があることに気づいたんです。そこで私はパンドラの動きを解析して2分40秒おきに乱れがあることを突き止めました。それは多分通信を遮るノイズによるものでしょう。咁佢就话啦，潘朵拉咧系与其有解控制嘅，咁佢呢一度咧就有解释嘅，但系咧就真系太复杂啦，因为讲紧啲電子物理學嗰啲嘢，就有興趣就自己睇翻動畫啦，真係。2分40秒大きい。このタイニーオービットの前を通り過ぎる貨物リニアモーターカーの感覚だ。つまりパンドラはこのビルから遠隔操作をされていた。お、名推理だ。でもこのビルには4000人もの人間が働いている。LBX の遠隔操作は通常100メートルが限界だよね。ハイレベル電波スパークブロードを使う必要がある。読んだことがあるぜ。タイニーオービットが開発しているスパークブロードを使った LBX コントロールポット、宇宙空間などでも遠隔操作が可能な夢の CCM 拡張装置だったよな。そう、その概念をあなたは LBX マガジンのインタビューで語ってましたよね。つまりこのビルの中で未完成の機械を自由に扱うことができる人物、それはあなたしかいないのではないですか、宇崎裕介社長。一件未開發到嘅商品而有用到嘅，咁啊真系得个社长有咁嘅权力嘅啫。これは参ったな。陰ながら君たちをサポートし続けようと思っていたのだが、アミ君、君はパンドラにかなりの興味を持っているようだね。バン君、これで信頼してもらえるかな。はい。ありがとう。では解析が完了するまでの間、我が社を自由に見学していってくれ。こちらを。このカードキーがあれば社内を自由に見学できます。バン君、みんな、では失礼するよ。咦，我哋而家可以喺 Tiny Office 自由出入咯。せっかくタイニーオービットに来てもらったんだ。みんなの LBX をプロの手でメンテナンスしてもらうっていうのはどうかな。開発部副主任の結城です。開発部のスタッフでみんなの LBX をメンテナンスさせてもらうよ。え、マジで？すごい、タイニーオービット
ビットで LBX をメンテナンスしてもらえるなんて。よろしくお願いします。終于来到 Highly Obese 的门口了，之后就会开白金胶囊，然后就有发现到，诶，有多了个资料夹，什么来的，拆开来看，会是个新的 LBS 的设计图，那就是奥丁的出现了，下一集应该就会出奥丁的了。好，那今集就玩到这里先，喜欢的给我 like 和 share 给其他朋友，下一集再继续跟大家玩这只纸箱战机 LBS， 那我们下一集再见，拜拜。